埼玉県川口市などで話題となっている、まあ、いわゆるクルド人の問題についてお伺いします、まあ、ここでちょっと順番の方を変えさせていただきますあの先日の委員会において、えー、この問題についていくつか取り上げました、えー、今回その続きとなります、えー、日本で生活しているクルド人が、まあ、その地の住民の方とトラブルを起こしていることはもちろん問題ですが、まあ、やはり大きな問題はです、ね、あの不法滞在が指摘されているということでございます、えー まあ法律違反をね、あのし続けているということですから、当然、えー、大きな問題であると思います。で、まあ、この点に関してはです、ね、あの別にクルド人に限った話ではなく、まあ、不法滞在は不法滞在ということで、まあ、その他の国においても、あの国籍の方においても問題であると思います。まあ、ただですね、このクルド人に関して問題で、さらに問題であるというのはですね、あの その不法滞在をし続けているものの中にですねテロ組織 PKK のまあ人間がいるのではないかということですでそれについてお伺いしていきます警察庁のウェブサイトには次のような記載があります国内外の犯罪組織が連携した不法入国不法滞在事犯はその形態や手口の巧妙化多様化が進んでおりさらに潜在化定着化することが懸念されることから今後とも厳選な取り締まりを行うこととしています ということで、えー、この取り締まりはしっかりしてほしいということをですね私も申し上げた上でえで、ー、テロ組織 PKK について伺います、えー。具体的なところを伺いたいので、まあ、ここで埼玉県川口市のことについて伺いたいと思います。まあ、い,ろい,ろいろいろな情報から伺えることとして、まあ、川口市にあります、一般社団法人、日本クルド協会の実態がですね PKK と まあ、あの関連があるのではないかというご報告がありますが、まあ、これについて政府の把握しているところを伺いたいと思います。公安調査庁平石調査、第二部長お答え申し上げます。トルコ政府が一般社団法人、日本クルド、文化協会等をテロ組織支援者に認定したとの報道は承知していますが、調査の具体的な内容については？ 今後の業務遂行に支障をきたす恐れがありますことから答弁を差し控えさせていただきますなおご指摘の PKK についてはクルド人国家の自立を掲げトルコ国内を中心に活動している組織でありこれまで我が国は PKK が実行したとされるテロ攻撃について断固として非難してきたところでございますまた 我が国は平成14年7月5日付の閣議了解により、PKK に対し、テロリスト等に対する資産凍結等の対象としておりますす以上です浜田聡さん。 はい、ありがとうございます、まあ、この件に関しては、まあ、はっきりとした答弁は求めないです、求めません。でまあ、引き続きです、ね、同様の答弁になるかもしれませんが、あの質問させていただきます、埼玉県のことです。えー、埼玉県公園緑地協会が、まあ、開催許可を出して、まあ、開催されているイベントの一つとして、まあ、クルド人による新年のお祭り、ネウロズというものがあります。 このネウロズというお祭り、まあ、最近も開催されたようですが、この参加者と PKK との関連について、まあ、把握しているところを伺います東、えー、調査大臣部長お答え申し上げます、えー。埼玉県公園緑地協会が、在日クルド人の新年祭、いわゆるネウ,ロスネウロズの開催について、県営公園の使用を許可し、またあの開催されたとの報道は承知しておりますが、 調査の具体的な内容については、今後の業務遂行に支障を来す恐れがありますことから、答弁を差し控えさせていただきます浜田聡さん。 はい、ありがとうございます私の方で補足させていただきますと、まあ、このネグロズについてはもう映像が、映像であったり写真がです、ね、たくさん出ているわけでございます、でその中で、まあ、PKK の旗がです、ね、実際に掲げられているわけですし、あと、えー、その中で踊られている、まあ、歌ですかね、踊りの交えた歌もです、ね、あのまあ、トルコの兵士を殺すようなです、ね、あのそれを賛美するような歌が歌われていると、まあ、認識をしております。 でまあ、このネウロズについて、NHK に伺いたいと思います。NHK はです、ね、このネウロズの番組を放送したことがあるとまあ承知をしております。私のまあ確認したところです、ね、この番組内容は、PKK に警鐘を鳴らすものではなく、えー、まあそれよりもむしろです、ね、肯定的なものであったかと認識をしております。ネウロズに PKK がが関与していいる、まあ、それが否定できない という指摘がある中ですね。まあ、結果として NHK が PKK に肯定的な放送をしているとの指摘についてご見解を伺いたいと思います日本放送協会山名専務理事お答えいたしますご指摘は中東に関するウェブ記事に関して NHK が XQ ツイッターに投稿した動画についてだと思いますけれどもこの中で日本で暮らすクルド人が埼玉市で開きました新年を祝うお祭りネウロズを取り上げております 動画で紹介しましたネウロズに PKK が関与しているかどうかにつきましては、NHK は承知しておりません。トルコでは1980年代以降、武装組織の PKK がテロや襲撃事件を繰り返してきたことも含め、NHK ではトルコ側とクルド側双方の立場をニュースなどでお伝えしており、今後も多角的な視点を持って取材政策にあたってまいります。浜田聡さん。 あのまあ、受信料を払っておられる国民の方が、ですね、まあ、その受信料によって、PKK をですねあの肯定しているような放送がなされることについては、私としてはまあ注意を喚起したいと思います。